どうも、ゆっくり銀です。マリサだぜ。今回はね、赤い女というホラゲーをやっていこうと思います。見ればわかるよ。明らかにがっつり怖い系のやつじゃんこれ。もう帰る、怖い、無理。まあまあ、このゲームは短編らしいので大丈夫ですよ。そういう問題じゃないんだぜ。さあ始まって参りました。10月21日。帰りが遅くなってしまった。あたりも暗いし早く家に帰ろう。ああ、これ怖いやつだね。もう雰囲気がやばすぎるんだが。こういうわって感じのホラゲー、いいですね。めっちゃ怖いですが。ならやるなよ、って言っても意味がないんだよな。ホラゲー好きかっこビビリですから。マジでお前の精神がわかんないんだぜ。っていうか、こういう細道、リアリティあるな。リアリティありすぎて現実でも怖くて歩けなくなっちゃいそうだぜ。っていうかなんか歩いてきてませんか？うわぁ。叫ぶの早すぎでは？まあとりあえず挨拶を。生きてる場合か。これ絶対タイトルの赤い女じゃん。終わったよこれ確実に死んだよ。いきなり急接近するのだけはやめてくれよ。なめこ口見てんだよ。お前ほんまに殺すぞ。すみませんすみません許してください。お、どうやら許してもらったようですね。俺は許さねえけどなぁ。あ、これタイトル画面の電話ボックスですね。頼むから何も起こらないで。特に何かあるってわけではなさそうですね。よかったぜ。っていうかさっきのやつが戻ってきたりはしないだろうな。ワンチャンあるかもですね。あってほしくないワンチャンなんだぜ。さっきの人、かなりヤバそうだった。怖いから早く帰ろう。隣にいる人より主人公の方がまともなのが悲しいぜ。な、失礼な。まあ事実ですけど。そこは否定してくれ。うわ、ハエがいっぱいだ。なんかありますね。これ絶対呪いのアイテムじゃんか。勝手に動いていつの間にか玄関にいるやつだよこれ。そして捨てても翌日には手元にあるんだよな。絶対触るなよ。あ。あおめえそういうやつだったよな知ってる知ってる。まあ何も起こらなかったですし大丈夫ですよ。これ、ルート分岐です。あおは、都道有民。すー、ほんまにやめたい。うわ、音にびっくりした。ついに私の家に到着ですね。赤い女、かん。ふぅ、ただいまー。なんか来てるかも。入れ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 。今度こそ落ち着けるんだぜ。とりあえずちょっとお手洗いに。おう、結構綺麗ですね。隅々まで掃除してます。まるでホテルみたいな清潔さだな。なんか音がする。はい勝手にテレビがついてますこれおかしいです。主人公もっと危機感持って。あれ、おかしいな。消し忘れていたみたいだな。主人公メンタル強いんだぜ。電気つけれました。もう少しで部屋の中で懐中電灯割って突っ込むところだったんだぜ。部屋、片付いてますね。一人暮らしっぽいけどこれは偉いな。ちょっとおしゃれなのもいいですね。シャンパンタワーと思ったらカップ麺タワーでした。台所にシャンパンタワーはさすがに引くんだぜ。で、何するんだぜ？おねんねするんですかね。合ってたっぽいです。疲れたから今日はもう寝る。かーん。はいそこ勝手に終わらせない。10月24日。3日後だな。あれー？なんかさっきより暗くないか？心なしか画質も荒くなってる気がします。ほんまにもうやめてくれー。雰囲気怖すぎだろって。あ、これ、無理ほんまに今猫とかでも許さんよ。あ、なに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 。急に無音はやめて。無音が一番怖いんやって。っていうか銀も何か喋ってくれ。やっぱりすごくワクワクしてきました。あ、やっぱ喋らんくてもいいよ。そんな。はいー。マウスのブレでちょっと笑う。歩きは、いや、ほんま夜道で急に後ろから声かけるのやめろや。私は警察だ。君、こんな時間に何してる？帰宅中です。こんな時間に？怪しいな。それは言い過ぎやろ。だが君は嘘をついてないみたいだ。エスパーかなんかか？いやこの人が怪しいだろこれ。やばい、変な人に絡まれちったよ。しかもやっぱりエスパーだったよ。顔見たらわかるんだ。君は正直な顔をしている。
ところで、君はいつもこの道を通るのかい？ええ、大学の講義がある日はいつもこの道を通っています。主人公大学生だったのね。3日前もこの道を通ったか？ 3 日前、10月21日ですか。なぜそんなことを聞くんですか？実は、3日前に殺人事件があったんだ。じゃあ、うるさい。被害者は夫婦。犯人はまず、就寝中の奥さんを殺害し、その後に帰ってきた夫を殺している。これって心霊現象的な何かと思ってたけど違うんかな。遺体は何度も刺された傷があり、見るに耐えない状態だったらしい。君、帰宅中に怪しい人物を見かけなかったか？犯人って、安直だけどさすがに赤い女のことだよな。ちょっと走っている男を選びたい。いや、あれはただの通りすがりの変態や。気にするな。赤い服の女。いや、実はその女の目撃情報が他にもあったんだ。もしかしたら事件の重要な手がかりになるかもしれない。これ赤い女は人間なんですかね。姿はそんなにおかしくなかったもんな。後日詳しく話を聞かせてほしい。これ警察官死亡フラグ立ってない？大丈夫？今日はもう遅いから早く帰りなさい。結構深めに帽子かぶるタイプなんですね。あ、呪いのアイテムが消えてるのか。本当に暗すぎないか？カットしてたのですが、これがこの道のさっきとの比較です。なんやこれ停電でもしてるんか？さっきは広い道の方が見通し良くていいなって思ってたけど。待ってマリサ静かに。これやばいですね。はいはいもう来るんでしょ覚悟できてるわ早来い。これ、後ろですかね？あダメダメ、振り返るのだけはダメだぞ。ん？でも何も出てこない。か？怖いですね。今鳥肌がすごいです。来るかと思わせといて来ない奴が一番ダメだって。マジで何も起こらなかったんだぜ。まさか近所で殺人事件があったなんて。ほんとだよ。普通に心霊関係なく怖いわ。もうあの道は通りたくないな。お腹が空いたな。冷蔵庫に何かないかな。とりあえずお手洗いに。あれ、これでジャブ？さて、昨日はカップ麺だったし今日はコンビニ弁当だ。栄養価頼りすぎ。マリサ、こういう時は虫が一番です。すごいな、珍しく銀に同感だぜ。あれだけのことがあったら、主人公もさすがに危機感覚えますよ。っていうか視聴者の皆さんもこんな時間に人が来ても、思い当たりがなければ出ないでくださいね。それかしっかり覗き穴とかインターホンの画面見えるやつとかで確認してください。せめて出るならドアチェーンはしといてくださいね。ほんと気をつけるんだぜ。いや食い方トリコの世界なん笑う。お腹もいっぱいになったし。さっきのノックスルーなの強すぎるやろ。そろそろ眠るか。主人公、メンタル強者がすぎる。んじゃ、おやすみー。あれ、寝れない。おい。いやいいって。マジで寝らしてください。頼む、バグであってくれ。いや、それはそれで困ります。なんでやねん。はい、今出ます。おい、さっき言ってたことはどこ行った？私、前を向いて生きる主義なので。それは悪い意味でってことでいいんだな。あれ、開きませんよ。覗き穴を使え覗き穴を。あ、やっぱり俺も鳥肌が立ってきたんだぜ。一体どこから来るんだ？画面見れないんだぜ。うわ。おわあ、赤い女じゃなくて赤い男が出てきたよ。っていうかさっきちょっとだけ見えてて怖さ半減したよよかった。あの、何か用ですか？なんでこっちから話しかけなきゃいけないんだ。あんた、最近越してきた人？ええ、そうですが。さすがの主人公も怪しんでますね。あなたは誰ですか？あんた、気をつけた方がいい。変な女が扉の前に立っているのを何度か見たんだ。ひほう、主人公しっかりロックオンされてる。すごく不気味だったから、一応伝えた方がいいと思ってな。それだけだ、じゃあな。意外といいやつやん。
うわぁ。ほんまなんなん。普通にビビってドア閉めちゃいましたよ。カラスが窓にぶつかってきたんだな。音でかいし怖すぎるやろ。もう寝よう。怖いこと起こりすぎて主人公は感情を失ってるなこれ。10月21日。あれ、3日前ですね。なんだなんだ。何が始まるんです。誰だ？黒幕か？そういうゲームか。もしもし。あなた。今日も残業だったの？ああ。最近仕事が忙しくてさ。今日は定時に帰れないな。それより、どうかしたのか？君が電話をかけてくるなんて珍しいな。何かあったのか。あなたに大事な話があるの。家で話したいから早く帰ってきてね。なるほど、これは殺人事件にあった夫婦の話ですね。え、ちょっと待った。もしかして今からこの夫を捜査するとかじゃないだろうな。展開的に絶対バカ怖いじゃんか。マリサさん、おめでとう。あたりです。世界一嬉しくないあたりだよ。っていうか、家の中が暗すぎる件について。家の中で懐中電灯がいるんか。ただいまー。もう寝てるのかな。うわお。マウス暴れすぎだろ。これもホラーです。玄関に電気がないのもホラーです。これそういうゲームなんか。ああ無理かもしれん。この雰囲気ダメです。すまんちょっと一旦離席する。多分一人になった方が怖いと思いますよ。そういうこと言うのやめんか？っていうか何あれ早すぎやろ。あれ仮に幽霊じゃなくて人だったら絶対オリンピック選手だよ。それか足にローラースケートつけてる。これ追っかけられるタイプだったら、ちょっと怖すぎるかもしれないですね。こっちは異常なしです。異常なしか。トイレも異常なし。お風呂場失礼しますね。あ、これはただのきしみなんで大丈夫です。そうだよな、家によってはこういうきしみ音よくあるよな。お風呂場も異常なし。うわ、ついに2階なんだぜ。絶対何かあるじゃん。角待ちはやめろよ。ふぅ。後ろ振り返るないたらどうするんだいたら。いややっぱクリアリングは大事ですから。こんなところで FPS の経験活かしてくんな。開かないんだぜ。こっちも開かない。え、全部開かないんだが。あ、ふーん、なるほど。これ、覚悟した方が良いかもしれないですよマリサさん。いやです。うわぁ。とりあえず遺書書きに行きますか。もう至るところに血痕が。なんで上行っただけでこんなことになった？あれか、ドッキリ大成功みたいなやつか。多分赤い塗料を巻いてるんだきっとそう。この椅子の置き方鳥肌立ちますねー。本能的にゾワッとするんだぜ。あとなんかしれっとコーヒーが一つ減ってますね。あいつが飲んでいったんか？っていうかこの短時間で仕込みすぎだろ。ちょっと待ってください。扉閉まったしなんか足音するんですが。これは夢これは夢これは夢。ああ、マリサが壊れちゃいました。さあどっから来るか。本当に来るなら早来てくれ。ああうるさーい。待ってるこの時間が一番嫌なんだよ。頼むー。あ、開いたわ。クリアリングは大事よ。マリサさんさっきと言ってること違います。あ、角待ちはやめて。角待ちショットガンは悪しき習慣ですからね。ほい、なんでも来い。うわぁ、明らかにこの部屋に入ってください。あ、これなかなかに怖い。あ。変わり果てた妻の姿がそこに。そんな、運一応顔見て本人確認した方が良いとも思いますが。冗談だろ？はい、ここでびっくりポイント来ます。お覚悟を。いや来ないんかい。ということは、この部屋を出た瞬間に。ああやめよう考えてたらどんどん怖くなるから。もう逆に無心で行くってのはどう？こら、罰当たりだろそれ。いや、ちょっと本人確認を。まだ諦めてなかったんかい。他にやれることもなさそうですね。過去の話だから過去改変できる可能性があるかと思ったんですが。
あれ、そういうゲーム？っていうかやっぱり来てるじゃん、終わったじゃん。まあまあ落ち着いて落ち着いて。落ち着けるわけないだろ。来てるってことが分かってるならあとは対策を練るだけです。おいおいそれっぽく言ってごまかしてんなこれ。扉閉めて隅っこ行って諦めてるじゃねえか。あ。今まで。ありがとう。いやあああああああ。時は戻り、10月24日。こんな時間に誰だ？おわ、さあ。さーて、ここからが本番ですね。嘘だと言ってくれよハーマイオニー。あ、こればって来たら殴る。主人公？見すぎじゃない？これ気絶してる？赤い女だ。う。さーて、寝るか。いやメンタル強すぎるんやって。あ、俺の眠りを妨げるのか？やばすぎるって主人公警察に通報しようぜ。赤い男とバトらせるってのはどうですか？ありよりのありだ。助けてくれ警察か赤い男。行かれてやがる。いきなり言葉強いな笑った。さすがの主人公もブチギレ案件。早く警察に連絡しなきゃ。警察が到着するまで2分かかると言っていた。2分間耐えなければ。ああそういうタイプですねなるほど。ここに来てチェイスみたいなの始まるってことか？やばい始まったどうすればいいんだ？とりあえずあいつをやるための武器探しますよ。殺意高いなおい。やばいやばい何もない何もなーい。もう無理。なるほど、これはとりあえずトイレこもるが正解そうですね。お前はなぜ平然とプレイできるんだよ。いや画面外で私もうわーって叫んでました。あれは不意打ちが過ぎる。あ、これ褒め言葉ですからね。頼む開けないでくれ頼む開けないでくれ頼む開けないでくれ。そうそう帰ってくれ。俺はここにはいない。オーケー？これって外出ました？戻ってきた？ばっかお前しゃがんでないとバレるって。大丈夫です大丈夫です隠れてますからバレませんよって。なんか足音近いですよねー。という夢を見たのさ。ほんまもうあの画面を見せないでくれ。とりあえずよくわからないので今回はずっとハイドで行ってみます。全く動かないでいい説ありますからねこれ。ちなみに足音は一度遠ざかって言ってたんですが、まただんだんと戻ってきてます。おいおい大丈夫なのかこれ？まあまあ私を信じてみてください。マジかこれ、行ったか？それフラグです。うおークリアだー。いや本当にいけるとは。本当だよ。しゃがんだまま動かないが正解だったとはな。とりあえず読みますね。警察が駆けつける前に女は逃走した。なぜ女が私を襲ったのか理由はわからない。あれから1週間が経ったが女は未だに捕まっていない。毎日夜になるとあの足音が聞こえてくるような気がする。気味が悪いので近いうちに引っ越すことにした。早くあの女が捕まることを祈るばかりだ。読んでみて思いましたが、これは、グッドエンドじゃん。ということはですよ。ということはなんだよ。グッドエンドもあるんじゃないですか？いやもうやらんよガチで。ってしれっとエンドムービー流れてるじゃんか。やめてよ。もうどかし要素いらんよ。もうお腹いっぱいです。満腹ですから大丈夫です。間に合ってます。あ、いい、終わっていいよ。はい、終わり、はい、終わり、はい、終わり。いきなりバッてきたら次こそ殴るよ。あ、うわぁ、綺麗な足だー。いや来ないんかい。はい、バッドエンドですね。いや、もうやらんよ。ではグッドエンド探しに行きましょう。いやだー。ということでですね、お次はのんびりしながら、グッドエンドについての考察をしましょう。さて、マリサさんどうやってグッドエンドにたどり着けると思いますか？そうだな。やっぱりあいつを逃がしたのがまずかったんじゃないか？だからやっぱりあいつをやるしかないんじゃないか？そうですよね。私もそう思いました。なので武器とか使えるものが何かないか、隅々まで探したんですけど、特に何も見つからなかったんですよね。それじゃああれか？
なんか終盤以前でルート分岐があったとか。そうですよね。だから最初からやり直してみました。例えば気になったのはこの人形、触れるルートと触れないルートでなんか変わるのか。で、変わったんだぜ。この後グッドエンドに行けたのですが、それは中盤の見落としだったので、これが実際に関わってたかどうかはわからないです。気になる方は実際にプレイして検証してみてください。それともう一つ、序盤に奥から誰か歩いてきてる様子がありましたが、あれ実は赤い男で、お隣さんでした。マジかよ。だからあの夜注意喚起しに来てくれたんだな。ちなみに終盤でこの人に助けを求めれたりできるのかと思ったのですが、残念ながらドアは開きませんでした。白状者め。そしてその後も探索していたらようやく見つけることができました。めっちゃあからさまに武器だな。あからさまに武器なんですが、マップの隅っこにあったので、結構見つけるまで時間がかかりました。それじゃあこれを回収して終盤ってことか？いえ、実はこれ今は必要じゃないという感じで回収できなくてですね。終盤にのみ回収できるっぽいんですよ。ということで。最後に一発かましてやりましょう。帰ってもいいですか？ダメです。問題はどうやってあの場所まで行くかなんですよね。ちょっとスキップ。とりあえずトイレで耐えるのは変わらないんだろ？そうですね。さすがにこれでしか回避できないはずです。ノックの後玄関のドア開きませんでしたし。何度聞いてもこの音にビビりますね。マジでさっきのがトラウマなんだが。これでビビらない人いませんよ。大丈夫です。何の励ましにもなってないんだよ。ま、とりあえず後ろ追いかけてみましょう。これがストーカー返しです。でも途中で戻ってくるんじゃなかったか？そうなんですよね。構造上、道中身を隠す場所ないですしね。あ、これ終わった。ひぃー、何度見てもこれは怖いんだぜ。わかりました、作戦変更です。ドア開けたら即くっついていって。ここの間でマンションの裏側に行くという戦法で行きましょう。よし、今です。あの、銀、これはどういうことだ？まあ作戦通りですね。嘘つけ。これさすがに正攻法ではないと思うんですが、武器を取りに行ってあいつが上まで戻った後をついていくっていう、時間的に間に合うのか問題はなくなりそうですね。っていうかこれ後ろ追いつかれそうじゃね？いや、この動き自体想定外すぎてそれ考えてなかったです。でもあと少し、大丈夫なはず。結構遠いんだな。ここです。来たー。ようやく仕返しする時が来たんだぜ。計画通りではないけどやるぞ。え、待ってめっちゃ足早い。ってこれ前からでもやれるのか？おらー。やったぜ。マジかやれちゃったんだぜ。なんかクリア方法合ってるのかわからないですが、やれたんで OK です。お前赤い女より危ないな。っていうか主人公に 1V1 負けるんかおめえ。言わないであげて、彼女のライフはもうゼロよ。あの後すぐに警察が駆けつけた、あの女は亡くなったが、私は正当防衛が認められたため捕まることはなかった。夫婦殺人事件の犯人があの女だったことが判明した。女は事件で亡くなった夫と元不倫関係で、警察は怨恨感情による犯行と推測している。事件から一月後、私は引っ越しした。もう二度とあんな目に遭いたくないと思った。なるほど、というかやはり人だったんですね。てっきり見た目的に幽霊かと思ってたぜ。まあどうやってあの一瞬で窓から入ってこれたかとかは謎ですけどね。は、まさか助けてくれなかった赤い男が共犯だったか。まあ何はともあれグッドエンドも回収できました。今回のホラゲーはなかなか怖かったんだぜ。もう当分ホラゲーはコリゴリなんだぜ。いやー短編ながらにストーリーも面白かったです。話の流れが本コアみたいな感じで続々来たのが良かったです。普通に怖くて二度とやりたくはないけどな。まあでも、こういう短編のホラゲーは気分的にちょうどいいんだぜ。どうでしたか？今回は赤い女というホラゲーをプレイしてみました。いつもこんな感じでホラゲーとかゾンビゲーをプレイしています。もしよければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ここまで一緒に応援してくれた視聴者さん方、ありがとうなんだぜ。それでは、また次回のホラゲーか何かでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
バイバイなんだぜ。